この動画を見てくださる皆様へ、数々の偏向報道や押し紙問題、これらによって朝日新聞を廃刊にという声は日増しに高まっています。ですが今の方法で朝日新聞を廃刊に追い込むことができるでしょうか。押し紙問題を弁護士が提訴、数々の偏向報道への問い合わせ、そのどれもが決定的な方法ではありません。押し紙による水増し、これだけ見ても詐欺であると皆さん思いでしょう。ではなぜ裁判で勝てないのでしょうか。それは本社には押し紙を押し付けてないという証拠があるからです。まずは本社と販売店の関係を見てください。以前新聞業界には労働組合がない、そこで組合の結成を提起した販売店の経営者がいました。ところがこの経営者は3日後に解雇されました。通常経営者が簡単に解雇されるということはないわずです。ですが新聞業界ではできるのです。当然このような理由で解雇されたなら提訴もできるでしょう。ですが提訴はされません。なぜなら解雇理由は本社の意向に背き余分な新聞を取ってるということになってるからです。そうです、本社は表向きであっても押し紙を禁止してるのです。まして押し紙を理由に罰してるケースも多いのです。これだけでも押し紙で廃刊に追い込むのが無理筋だとわかるでしょう。本社は新聞代のうち8割から9割を持っていきます。このため販売店の経営は厳しいのですが、本社の意向に逆らわない販売店には支援と称した補助金を与えます。この補助金が手に入らなければ販売店は経営すらできなくなるのです。一般紙の新聞代は2017年9月現在4037円です。これは朝刊と夕刊を取った場合の値段です。ここにも問題があります。その問題とは、本社にとって新聞は朝夕セットが基本で朝刊のみを認めていないのです。ですが実際に朝刊のみを取ってる人は多いです。このため朝刊のみの料金は地域の各社の販売店による合議で決めます。選挙前と後で新聞取った人ならわかるでしょうが、朝刊のみの値段は地域前に変わるのです。この朝刊の値段と朝夕セットの差額も販売店の負担となっています。これ以外にも本社は関連企業から販売された本などを勝手に販売店に送りつけ代金を請求します。全国に1万6000ある販売店の中で最もポピュラーな2000部クラスの店を例に見ていきましょう。新聞の売り上げは朝刊のみの分もあるので平均3850円、これにスポーツ新聞や子供新聞、これらが合わさりおおよそ月800万になります。ここから8割から9割を本社が持っていきます。この差は普及率という地域の世帯数から算出した数字で変わります。これで販売店に残る金額は最大で160万となります。このクラスの販売店では従業員はおよそ10人、当然人件費にすらなりません。そこで折り込み広告です。ここ10年で広告は減り続け、現在では地域によりますが約300万程度の収入となります。ですがこれと合わせても月460万、従業員の給料とバイクなどの維持費や家賃、光熱費を考えるとまだ足りません。このため本社からの補助金が生命線となるのです。さらに本社と販売店は毎月目標部数を決めます。と言っても無理な数字ではありません。あくまで過去の部数などを参照に決めた部数です。ですが新聞を取る人が減り続き、目標がクリアできないことが多くなってきています。このため目標をクリアするために自主的に残資を取る販売店が多くなっています。目標をクリアすることと普及率で本社納金額が下がるので、販売店では押し紙を取った方が良いという状況なのです。いかがでしょう。押し紙というからには本社の押し付けと思うでしょうが、実際は販売店が自主的に取ってるケースも多いのです。当然本社へ水増しだと言ってもダメだとわかると思います。まして新聞に載ってる広告は枠で販売しています。部数で計算してるのではありません。この状況で詐欺を立件できるでしょうか。かなり難しいとわかるでしょう。次に押し紙廃止宣言を出した産経新聞を例に見てみましょう。2008年に産経新聞の販売店から押し紙に関する提訴がされました。実はこの時に産経新聞は発行部数が200万部を切る瀬戸際でした。そこで販売店に押し紙を強要したのです。しかも650部の配達をしてる販売店に対し2000部の上乗せを強要したのです。このため販売店から押し紙のことで提訴される事態となりました。この事態を収拾するために産経新聞では押し紙廃止を宣言することになりました。ですが実際は今でも押し紙は続いています。過去の水準に戻っただけなのです。これほどの危機がいじみた押し紙ならば販売店も黙っていることはできません。毎日新聞でも同じケースがありましたし、新聞業界で押し紙はなくすことが難しくなっています。
紙である新聞は、雨などで簡単に売り物にならなくなります。で、ある以上は各販売店で残紙を取るのは当たり前の備えとなります。このため、いくら毎日無駄が出てると実態を突き詰めてもダメなのです。2017年9月現在販売店で働く従業員は、およそ30万人、本社に勤める記者も2万人、他にも様々な形で業界で働く人は多いです。この状況で朝日を廃刊に追い込んだとしたら単純に10万人が路頭に迷うのです。そんな状況を政府が出してみてるでしょうか。当然、放置はしないでしょう。ならば、朝日新聞をなくすよりもまともにするために倫理委員会など第三者組織による立て直しが現実的です。テレビなどのメディアであればスポンサーへの問い合わせで収入源を断つというのが有効です。ですが新聞は、そうはいきません。なぜなら、新聞広告がなくなったとしても本社は、販売店から1兆6000万もの金額が入るからです。当然、経営は厳しくなるでしょう。ですが倒産まではいかないでしょう。結局は、不買運動が倒産への近道となるでしょう。売れない新聞なら立て直しも何もありません。ですが新聞を取る人はまともに新聞を読むのではなくサービスや付き合い、同じ新聞なら見たい記事がどこに書いてあるのかがわかりやすい、違う新聞に変えるのは面倒など様々な理由で朝日新聞を取り続ける人はいなくなることは、ないでしょう。日本のメディアは、在日に乗っ取られていると聞いたことはありませんか。 TBS テレビ、東京都港区赤坂5の 3-6、 韓国連合、東京都港区赤坂5の 3-6、 フジテレビ、東京都港区台場2の 4-8、 韓国文化放送、東京都港区台場2の 4-8、 日本放送協会 NHK、 東京都渋谷区神南2の 2-1、 韓国放送協会 KBS、東京都渋谷区2の 2-1NHK 東館710の C。 次は新聞業界です。毎日新聞、東京都千代田区一橋1-1、4階、朝鮮日報東京都千代田区一橋1-1-1、東京新聞、東京都港区港南2-3-13、大韓毎日、東京都港区港南2-3-13、4階、朝日新聞東京本社、東京都中央区築地5-3-2、東亜日報、東京都中央区築地5-3-2、ニューヨークタイムズ東京支局東京都中央区築地5-3-2、いかがでしょう。メディアが在日に乗っ取られてる、わかりやすい事例ではないでしょうか。さらに各メディアには外国人を雇う上限が決められています。ですが在日は、この限りではありません。まして在日が人事権を手に入れたらどうなるでしょう。当然、同じ在日を優遇するでしょう。結果、偏向報道を行うメディアが出来上がります。特に朝日新聞は、政治部や社会部という新聞の顔と言える部分を乗っ取られていると言われています。すなわち政府の働きかけがなければ朝日新聞を廃刊にすることも廃刊にしないでも正常化するのも不可能と言える状態です。新聞の部数は販売店側が決めてる。これは毎日変更できる。このため、押し紙による倒産は難しい。メディアは在日に乗っ取られてる。わかりやすい例として南北朝鮮のメディアと同じ住所が多い。過去に産経新聞の社長であった隅田長吉は、極左中の極左と言われる変異用氏や、在日北朝鮮人の佐高新氏をヘッドハンとしています。さらに隅田氏は、キム・ジョンイルやキム日成の写真に毎朝礼拝をしていて産経社内で隅、ジョンイルと呼ばれていた。いかがでしょう。昨今、まともな新聞であると言われることも多くなった産経新聞もこうです。以上の点から新聞を倒産に追い込むなら不買運動が近道、次に政府への陳情が不可欠、同時にスポンサーへの問い合わせなどで収入源を減らす、倫理委員会などの監視団体を作る、どの方法も直接的ではありませんが締め付けは必ず効いてきます。まず先に販売店が値を上げるでしょう。そうして、販売店の維持ができなくなれば、当然、本社も変わらざるを得なくなります。配達の維持ができないとなれば新聞を読む人は、さらに減ります。こうした地道な努力が結局は、一番の近道です。それでは、最後までご視聴ありがとうございます。